こんにちは、たくみです。この辺はこの間マスコミがいた場所ですね。今日電車走るということなんで神奈川新町駅まで参りました。はい、規制線がその先、マスコミさんの先に規制線が張られてますね。この間はその止まれの標識のところで貼ってあったんですけども、こちらですね、こちらが事件現場ですねの踏切でございます。今赤い看板がある赤い看板のあるところの前に細い、こんなところに10トン車が走るのなんていうようなところにぐらいの道があります。今ですね、こちら、最後の点検をしておりまして、踏切を下ろしたり上げたり先ほどしてました。で、約ここに1時間ぐらいいるんですけども、もうね、一応日陰といえども暑いんでね、規制線のねが今目の前にあるんで、ですね、この後試運転で電車が走らせるということですんで、ここにいてもなんかなかなか見えないよなと思ったもんで、この後ですね、ちょっと見える場所に行ってセルカバーを使ってですね、高い位置からちょっと撮ってみようかなと思います。ちょっと金網があるんでそれを使うんでいいんで、こちらですね、こちらが金網の反対側からですね、目の前に金網あるんでセルカバーを使って撮ってるんで、若干画面が揺れるかもしれませんけどご了承ください。この電車、まず、試運転で一番最初の電車ですね、一番線から間もなく出発しますね。はい、出発しました。ゆっくりと出発しました。はい、確認のため一度止まりましたね。はい、ゆっくりゆっくりと前に事故現場に向かってます。というよりもそこの踏切が事故現場ですけどね。で、この電車ですね、せっかくなので最後見えなくなるまで見送りたいと思います。はい、続いて2番線に1台電車が入ってきます。で、ちなみにですね、そこ今映ってる電車は、ちょっと前に、中木戸方面に行った電車です。実はこれ僕カメラ止めてる間に戻ってきました。で、次の電車ですね、こちらこの2番線に到着して、
そのまま、もう一度あれですね、事件現場の方にこの電車行きますね。こちらの電車も間もなく出発します。はい、走り出しました。ちょっと揺れがひどくて申し訳ないんですけども。ゆっくりゆっくり走ってますね。作業員さんが心配そうに見てますね。で、向こうからまた別の電車が入ってきました。一応下りだけじゃなくて上りも確認しないといけないですからね。こちらもゆっくりゆっくりと入ってきます。こちら、今度マスコミの方がもうね、準備万端すごいんですよ。ね、向こう側ね、まあこっち側にもいるんですけど、でこれが規制解除になったんで、みんな結構この踏切付近に集まってきてますね。これ事故現場の踏切です。こんなに人いますね。で、渡ってみようということで渡ってみました。
これは事故現場と逆側ですね。踏切こんな感じになってます。こちらが事故現場側ので渡ってみましたんで、こんな感じです。でこれがですね、踏切事故のご案内ですね。もうここで改札で並んで待ってました。僕の前に 2,3 人いましたけど。本日昼の運転再開を目指しております。もう1時10分過ぎてるんですけどね。当初1時10分ってことだったんですけど、結局、1時半ぐらいですかね、出発したのが。こうやって放送ちゃんとかけてくれるんだね。シート放送かけてこんな感じですね。これ各駅停車が先に発車するってことだったんで、こんな感じだったんですけど、実はその後特急が来るってことで、とりあえずすぐに特急に移動しました。みんな慌てて移動ですね。これが脱線後初めての電車ですね。特急はですね、特急三崎口行きでございます。めちゃめちゃ混んでました。これもご覧の通りです。でちょっと隙間からですねカメラ通させていただきましたので、ちょっとこの後画像がすごい悪いんですけど、ちょっと我慢してください。JR 線、東急線、相鉄線、横浜新越地下鉄線、みなとみらい線は乗り換えです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。